皆さんこんにちは、フェアリーズです。こんにちは。こんにちは。今日はフェアリーズ初のライブ DVD、 フェアリーズライブツアー2014サマーパーティーの予約イベントにお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。まず最初はこの曲です。聴いてください。スイートドリーム。Yeah.
回からするんですけども、はい、あのさっき一部は、はい、自分の小さい頃にあの言ってたあだ名を言ったんですけども、はい、今回の2部は毎回コンビニで買うアイテム、アイテム、持ち物、持ち物を言いながら自己紹介します。はい、はい、藤田メディアです。高校1年生の16歳です。私が最近よく買うのは飲むヨーグルトのなんか風邪予防になるんですけども、それをよく買ってます。はい、よろしくお願いします。いやはい、野本さんです。大丈夫？野本さんです。私は生ハムを買っちゃいます。なんかね、でも結構みんなメンバーとかもちょいちょい買ってたりとかするってると思うんですけど、まあでもなんかでもつまみみたいなんですけど買っちゃいます。今日はよろしくお願いします。はい、どうもももかです。私がついつい買っちゃうものはミルクティーです。カッコ1本限定です。はい、はい、箱のやつですよね。箱のやつ毎回買ってるよね。毎回買ってる。そう、これは自信持ってる。自信持ってる。レッスンの時も持ってましたね。スポーツドリンクとかじゃなくてミルクティーを飲んでる。しかもこの間勧められたからね。リカ子、ミルクティー飲んでたら髪の毛伸びるんじゃない？そう、それは、それは私が髪の毛伸びるの早いから、うん、私ミルクティーいっぱい飲んでるから、うん、あ、そういう、そうそうそう、そういうつながりだと思います。はい、はい、今日一緒に楽しんでてください。よろしくお願いします。ついつい買ってしまうものはジャスミン茶とチョコです。チョコね、はい、いやそれどういう組み合わせなんですかね。美味しいですかね。はい、チョコは、まあ、甘いものが好きということと、はい、まあ、ジャスミン茶も、まあ、好きだから、まあ、そうですね。ごめんね、なんか下手なことに。はい、はい、今日もよろしくお願いします。いけいけ。井上りかこです。私ね、ちょっとミリアと被るなって思ってヨーグルト。あ、でもミリア食べるヨーグルトじゃない。飲むよね。ごめん、じゃあ食べるヨーグルト。食べるヨーグルトよく買います。今日はよろしくお願いします。ミリアちゃん、ごめんね。だってさ、ミリアバナナだと思ったの。あ、ね、そう、バナナなんだけど。でもバナナ、バナナも好きです。バナナも好きです。はい、で、いいですか。はい、どうぞ。林田真です。コンビニでよく買うものはじゃがりこです。よろしくお願いします。はい、ちなみに何味？バナナ。今日はね、はい、名前呼ばれた方にこのサイコロを振っていただき、はい、出た目の景品をプレゼントというね、はい、今回ちょっとそういうスペシャルな感じにしております。で、出た目でもらえる景品は何かなというと、何でしょう。はい、せーの、どん、じゃじゃん、回し。はい、一度目が出た方には粗品として、たわしをプレゼントいたします。イエーイ。ちなみにね、あの一部でたわし当たった方いるんで、一発目に、一発目でたわし当たりました。持ってますね。持ってます。まあ、いろんなもの当たりますので、はい、皆様お手元のね、握手会参加券の整理番号が皆様の当選番号になりますので、そちらの方をお手元にご用意いただいて、はい、番号当たった方は、はい、と挙手の方お願いします。3名様に当てますのでね、いきますよ。じゃあ1人目いきましょうか。せーの。